昔ある建築家が言いました。家は暮らしの宝石箱じゃなくてはいけないと。見て。美味しかった。よかったですね。美味しいって言ってもらえばもう本当に本望ですわ。尾根筋に建物を建てて、ここはこういう山だったんだなということを住む人たちに伝えたかったですね。もう一度そこに里山を回復するにはどうしたらいいだろう。やっぱりお金は次の世代に渡せないけども、土を良くすれば絶対に作物は誰でもできるから。恥ずかしい。恥ずかしい。ゆっくり。人生彼女は僕にとって最高のガールフレンド。